会長、小松克也様。
横須賀青年会議所理事長高橋義光様。はい、分かりました。横須賀海上保安部保安部長宮崎雄二様。横須賀警察署署長加瀬義明様。横須賀以上でご来賓のご紹介を終わります。花束は練習艦隊司令官加島艦長、高橋艦長、立水幹部代表、練習艦隊専任伍長、薩摩専任伍長、片壁専任伍長に対し、浜田信樹様、神奈川自衛隊家族会会長、小松達也様、横須賀青年会議所理事長、高橋義光様から贈呈されます。それでは、お願いいたします。ありがとうございました。Thank you.
ユーモアのセンスを身につけろという指示がございます。こちらについては、まだ十分なセンスは身につけていないようと考えられますが、この予告戦によりまして、最後のブラッシュアップをした上で、予告戦におきまして、これだけの舞台があって、最後、1週間にとっても、自分たちが将来、先を最後に見た上で、栄養練習公開に参加し、国内において身につけた職人なりとか、それから、1週間として必要な仕事を、海外においても、がんなく発揮した上で、収穫できる、無事に皆様のもとに、それでは、しっかりと頑張っていただきます。本日は、本当にありがとうございました。以上をもちまして、令和5年度練習艦隊入港歓迎行事を終了いたします。皆様、本日はご来場ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています。チャンネル登録どうぞお願いします。